続いては和田ラジオの見るラジオです。ラジオさんお願いします。お願いしますね、行きましょうか。行きましょう、ね、今日はこちらですね、ドン、クセなるペット選手権。イエーイ、面白そう。まあ皆さんも癖がありますが、癖がありすぎる行きましょうかね、はい、あの視聴者の、ね、皆さんから送っていただいた6つノミネートありますんで見ていただきましょうか早速、はいはい、1つ目はこちらですね、916さん、脱ぎたての靴下にこだわる猫、どうぞ。鼻押しつけてるおしまい、おしまい。ご主人のお匂いがね、うん、お匂いってこれね、あの毎回じゃなくて、うん、年に数回しかしないらしいです。そうなんですか。今年はまだ1回しかしないですよ。毎日、うん、立場がないじゃないですか。足だけど、いや年に数回と、数回貴重な映像ですね、はい、じゃあ続いていきましょうか、はいはい、次はこれですね、福蔵さん、歌を途中でやめちゃう用務の福ちゃん、うん、どうぞ。あそこまでしか歌わないらしいですよ。あそこまで上手いんですけどね。とこで切りますね。なんででしょうね。ねえ、わかんないですけど。次は言ってくれたんですね。うって言ったら。福ちゃんすごいな。クリクリピーですよ。クリクリ。そこ。何の歌それ。さっき歌ってた。かわいい。じゃあ次いきましょうか。次はこちらですね。はい。猫ヘアさん。ソファーの隙間をひたすら掘る犬。どうぞ。確かに掘ってる、なんかあるんですかね。寝てるし、ソファむちゃくちゃですよ。受けてるな。いや掘ってましたね。これあの理由があるんですよ、うん、雨でねお散歩に行けなかったらガリガリする、うん、ストレスで多分掘りたくなっちゃうんですね、うん、最終的にあの、まあ、放心状態、そうなんか小判とか出てこないらしいですけど、ある顔してますね、うん、なんか隠してるわけじゃないんですよあそこにね、何かがあるわけじゃない。じゃあ次行きましょうか、はい、お願いします。続いてはこちらですね、はい、白様さん、寝顔の癖がすごい女子桃江9歳桃江ちゃん、どうぞ。何でしょうか。歯が出てる。まあ写真ですけどね。こういう霞みはない。目も開いてますね。白目ですね。あこれあこれほら白目白目。近藤さんもなんかこんな感じで寝てたよ。あのロケ行くとき。途中ですか。ええ。これも完璧に夢見てるねなんかこれ。ああ。どんな夢見てるんですか近藤さん。これ美味しいなとかね、もっとくれとかね、餌の夢、まあ、一応女の子ですけどね、うん、あ、そう、ごめんなさい、はい、続いていきましょうか、こちらですね、ハチトラウさん、真顔で股を広げるオス猫、ハッちゃん5歳、どうぞ。開脚いい顔してますよね、ね、そうですね、そうしてるもんね。これいい写真だなすごいカメラ目線、なんかパスポートの写真みたいになってるね可愛らしい、まあね、5歳ですわ、うん、綺麗ですね、綺麗ですか、うん、で続いて最後こちらですね、はい、6さん、多くの変顔を持つ犬、うん、どうぞ。見えない小さすぎて見えない、ちょっと見ていきましょうかね、見ていきましょう、はい、どうなんですかね、出ないですか、出ましたか、アップになりました、まあ、ちょっと口が開いてるのが多い、黒いからちょっと分かりにくいかな、まああのこんな感じですよ。でも飼い主の方にはねこういろんな表情に見えるから、まあ、こそこそね取りためたらしいですけど、うん、クータ君らしいです、クータ君、はい、まだまだあるらしいですけど、もういいですよそういった感じであの出揃いましたが、はい、決まりましたかね。いや面白い、みんな可愛いですね、この中でね優勝作品を決めていきたいんですけども、悩むな、まあ
まあね、いろいろありましたね。ありましたね。いやー、なんかいいかな。どっちかやな。決まりました？決めました。うん、もういいですか、ドラムロール。はい、いきますよ。はい、ドラムロールスタート。じゃん。おお、初めて。初めて。揃いました。2番。福藤さんが優勝です。歌を途中でやめる用務の福ちゃんですね、うんうん、すごい、いやー、満場一致ですね、うん、初めてですね、うん、すごい、本当にとっても運本当にはとっても運コンコリコリプーコンコロンコロン面白いなぁ。クリクリピー言うてる前にうーの後歌ってくれたらいいのに。え、まあね、ダメなんですね。ダメなんでしょう。ダメなんですね、福ちゃんにははい、までがいいですね。はい、福藤さんには福藤さんには猫の本だけグッズ、はい、ドライみかんと豆皿のセットをプレゼントします。はい、おめでとうございました。こちら47クラブで現在も販売中です、うん、ぜひ。やっぱりね、どうペットが喋るとちょっと可愛いよね、すごい、いろいろ考えちゃいますね。クリクリピーってだってクリクリピーしたな、勝手には覚えないですもん。そりゃそうやけどさ、まあ、といった感じでですね、はい、次いいですか、はい、どうぞ。ペット選手権ここまで、はい、次回はですね、うん、あの募集テーマこちらですね、どうぞ。ちょっと恥ずかしい T シャツ選手権。おあの買ったはいいが、もらったはいいが、うん、恥ずかしくて着てない、なんか、なるほど、タンスの奥にしまってるそうなやつ、意外とあるかもしれないです ね。私今日ちょっと持ってきましたが、これでしょうかね。ちょっと待って、これラジオさん、はい、乗ってけ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 サーフィンって書いてますね。うわ、恥ずかしい。恥ずかしいね、こういうのスイムとかなんですね。なんて恥ずかしいんだ。ムキムキ。これは着たことあるんですか？ないです。なんと22年前の T シャツです。そんなに前の、はい、お宝ですね。まあ、こういった感じのやつは募集してますん で、うん、はい、で優勝者には、うん、なんとこれを、お、あ、これと、はい、まずはこちらのね、こんだけグッズと、こんだけグッズと、私のこのT シャツも、恥ずかしい T シャツも差し上げますんで、セットにしてプレゼントします。これは貴重、ぜひ来てください、はい、以上、見るラジオのコーナーでした、はい。